はい、皆様こんにちは、コミッ TV 八木でございます。本日はロレックス価格帯別おすすめ現行モデル5000をご紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。今回は現行モデルの中でも人気モデルが並ぶ価格帯300万円から500万円の予算を対象に選定していますので、ぜひとも最後までお楽しみください。1本目にご紹介するのは1908リファレンス52509。ロレックスでは数少ないドレスウォッチであり、チェリーニのディスコに伴い2023年に新たに発表された1908リファレンス52509。剣型の分身やアップルハンドのような自信、その他レイルウェイミニッツや6時1のスモールセコンド、インデックスの1239などクラシカルな印象を醸し出す特徴的なポイントが文字盤上に多く見られます。またロレックスでは珍しいシースルーバックが採用された自社製ムーブメントキャリバー7140は約66時間のパワーリザーブを誇るなど、デザインのみならず機能性においても文句なしといったところ。さらにピンバックルではなくホールディングバックルが採用されている点も利便性を考えると大きなポイントであります。すっきりとしたデザインと実用性に優れたドレスウォッチとなっていますので、ぜひ一度お手に取ってみてはいかがでしょうか。2本目にご紹介するのはスカイドゥエラリファレンス336934。ロレックス随一の複雑機構を搭載したスカイドゥエラーの2023年発表モデルリファレンス336934。双方向回転リングコマンドを備えたフルーテッドベゼルを4段階回すことで、時刻、GMT 表示、カレンダー調整が可能となっている画期的なシステムを採用しています。それらの機能を実現した完全自社製ムーブメントキャリバー9002は、複雑機構を搭載しながらも約72時間のパワーリザーブを誇っています。ブレスレットタイプは2種類で展開されており、ドレッシーな雰囲気が好みであればジュビリーブレスレット、スポーティーな装いが好みであればオイスターブレスレットを選ばれることをお勧めします。実用性を兼ね備えていながらも、そのデザイン性と流通量の少なさからプレミアム価格となっている人気の1本です。3本目にご紹介するのはヨットマスター42リファレンス226659。クルージングを楽しむセレブをターゲットに開発されたヨットマスターから2019年のバーゼルワールドで発表されたリファレンス226659をご紹介。ブラックで統一されたダイヤル、セラクロムベゼル、オイスターフレックス、18金ホワイトゴールドケースの組み合わせがシックで大人の雰囲気を演出できるこちらは、ツートーンの落ち着いたカラーリングであることからビジネスシーンでも使いやすい仕上がりとなっています。実はこちらのモデル、時計好きの業界関係者が愛用していることも多い一本であり、モノトーン系ファッションがお好きな方にもぜひ手に取っていただきたいモデルであります。現在のところ二次流通市場の価格も低下に近い水準で推移しており、人気のオイスターフレックス仕様のモデルをお探しの方にぜひお勧めしたい一本です。4本目にご紹介するのはデイトナリファレンス126500LN。2023年にデイトナ誕生60周年を迎えて登場したリファレンス 126500LN。 金無垢、ロレゾールモデルとともにフルモデルチェンジした第7世代のデイトナで、セラクロムベゼルの縁にケースと同一素材のメタルを採用した点が大きな特徴となっています。またエルプリメロで知られるリファレンス16520を彷彿とさせるダイヤルデザインは、先代リファレンス 116500LN に比べてシャープな印象となっています。このベゼルとダイヤルの組み合わせはヴィンテージモデルで最も人気がある手巻きデイトナを連想するのではないでしょうか。またムーブメントについても刷新されており、20年以上活躍した名機キャリバー4130から耐久性とエネルギー効率を高めたキャリバー4131にブラッシュアップされています。王道モデルではありますが非常におすすめな一本でもあります。5本目にご紹介するのは GMT マスター2リファレンス 126710BLRO ジュビリーブレスレット。最後にご紹介するのは2018年に発表されたレッド×ブルーのセラクロムベゼルを搭載し、ペプシの愛称で親しまれているリファレンス 126710BLRO。 2018年の発表当初はジュビリーブレスレット仕様のみラインナップされていましたが、2022年にブルー×ブラックのバットマン同様オイスターブレスレット仕様も登場しました。GMT マスター2のレターはホワイト、 GMT バリはベゼルカラーのレッドで往年のデザインを踏襲していますが、ムーブメントには最新型のキャリバー3285を搭載しており、
パワーリザーブは約70時間の性能を誇ります。ラグジュアリーな印象を演出するジュビリーブレスレットは使い勝手も良く、非常に人気となっており、おすすめです。まとめとなります。これまでいいこととなく当店の YouTube やコラム等で取り上げてきた人気モデルばかりではありますが、改めて定番モデルの良さに注目していただければと思います。今回ご紹介のモデルを所有されており、売却をご検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひ当店の預かり販売買取をご利用いただければ幸いです。